今回は中村三段の対局見ていきたいと思います。この対局は韓国の囲碁リーグのデビュー戦ですね。中村三段ね、えー、強いので韓国からね、スカウトがね、来る声がかかるわけですね。黒番が中村三段で、白番がキムタヨン四段ですね。韓国はね、企業がスポンサーついてるので、 以後のリーグ戦が結構盛んなんですよね。で、これ、早くもね、斜めの布石ですね。これ結構珍しいですね。中村さんだ、いろんな布石試してるのかな、試してるのかなと思いますね。で、早くも戦いが始まりましたね。 で、つけていきました。ここまではね、互角ですね。で、こちらに打って、これ、振り替わりとなりましたね。ちょっと黒がね、少し、ポイント取ったようですね。ほぼ互角なんですけど、わずかに黒といった感じですかね。 で付けでこの押さえがね、厳しい手でしたね。で、切り最強手ですね。で、伸びた時に、下がって押さえて。で、覗いたんですけど、ここで黒に初めてチャンスが来ました、来ましたね。まあ、この覗いた手では、一応部分的な手筋の話だけすると、 えっと、当てまして、切りまして。一応、ここにつけるっていうのが手筋なんですよね。これ出ると、もう一回こういう押しが効きますんで。ちょうどね、主張がいいので、左辺、後ろ、石しかないので。これ結構部分的にはね、こういう手筋ありますね。 えー、だからこの手もあったかもしれないんですけども、覗きまして、これがね、効かないんですよね。えー、なんか結構可変ちょっと危なかったんですけども、えー、押さえて味のいい黒字になりまして、そこプロがね、早くもポイント取ったかなと思いますね。ちょっと覗きがね、効かない手だったんですね。出たんですけど、この黒は、 一応無条件で生きてるんですよね。羽根継ぎが効いて、まあここに伸びぐらい打ってまあたい生きてる形ですので、ね、まあ一応ほぼほぼ無条件でいきますので、ね、プロが成功ですね。ここでね、割り込みっていうなんかかなり難しい手を打ちましたね。 羽根継ぎから決める方が分かりやすいとは思うんですけども、節芸の図とかも見てきますか節芸も羽根継ぎ示してますね。羽根継ぎからやっぱ伸びが一番分かりやすい生き方だと思うんですけども。まあ、さらに頑張った手ですよね。で切ってきましたね。すごい、これで、ただ生きるだけでは不満ということで。 反撃ですね。攻めてますね。まあ、これがやはりね、トッププロの感覚なわけで、感覚なわけですね。なんか黒が全部頑張り切ってしまいましたね。一応これが覗きが効いてるので、 つなぎで、これスペース足りてますので、無条件で来てますね。で、こうなりまして、左辺が、白の極定時ではないんですよね。広すぎますので、これがどの程度まとまるかっていう勝負になりましたね。今のところわずかに黒っていう形成ですね。ほぼ互角ですね。 ここでドカンと入ってきましたね。絶芸の図なんかも見てきますか。いりこりを示してますね。なんかかなり難しい手を示してますね。ちょっとわけわからないですね。 これわけわかんないですね。かなり難しい局面ということですね。で、こちらにね、出て、手厚い手でしたね、ここに打った手も。なんか今、打ち込んだとこなので、この石からなんかやりたくなる、はするんですが。なんか真ん中の利きがあるのが嫌だったということですかね。 うん、ここら辺からなんか白石が効かされ、白白に効かされちゃうのが嫌だってことですかね。ここら辺かなり難解ですね。で、これはね、かなり頑張った手で、もう、ここの黒しのげば勝ちっていう語圏にしたんですよね。 これがすごい勝負手でしたね。ここから動き出す手があるんですね。で、この時に切りだったんですが、この手が冷静でしたね。ここはしのぎ勝負なんですけども、これ飛びでしのぎ勝負にする手もあったかもしれないですね。もうまともに動いちゃって、もうしのげば勝ちっていう語弊にしちゃうと。 まあこれかなり難しいところでしたね。この黒がしのげるかどうかっていうのはね。まあこの切りがどうなるかですけどね。まあ切りがあるので、なんとかしのげそうではありますけどね。急所切りがあるので。先に切ったんですけど、跳ね出しが冷静でしたね。これで半分助かったんですけど、半分捉えてしまったんですね。 で、これ、半分取られるのが大きくて、相手の形成判断が完璧でしたね。これは左辺の確定時が大きいっていう判断正しかったですね。これで左辺が確定時になってくる半分助かったんですけども、こうなってくるとはっきり足りないようですね。で、4目も、縦も継がずに、こっち押さえて取られたんですけど、 まあ、どうやら、足りないよ。ですね。これで寄せに入るんですけども。なんか黒が勝負手打ってるんですけども、なんかときかにね、対応してきて。一応ちょっと黒評価値上がってるんですけどね。難しいっちゃ難しいってことですかね。別芸の図なんかも見てきますか。 うん、まあ、難しいっちゃ難しいんですかね。ちょっと、わけわかんないことを示してますけど。左辺味悪いっちゃ味悪いですけど、まあ白が正しく受け切れば、あ白が優勢なのは間違いないですかね。ちょっともう一回見てみますか。味悪いってことですかあね。 うんなんかすごい難しいことを示してますねうん まあこれどういうふうに手に、まあ絶景がどういう読みなのかわからないですけども。んまあ、例えばの話してみますか。もうちょっとわかりやすく。例えばの話で。まあ押さえたとして、ぶつかって、でて、例えばコスミが効きますよね。で、跳ねて。 で、押さえて、まあ次、次で、ここの目潰してきますよね。で、ま、切りがありに決まったとして、跳ねて、遮って、これだと大事件で逆転なんですよね。こういう風に味が悪いってことですかね。例えば、これはもう大事件ですね。簡単に絵になったんですけども。まあ、これは白が受け方間違えたことですけども、 これはもう、全部ね、助かりますね。だからまあ、ここら辺の切りとかで、他の受け方をすればいいわけなので、例えば、うーん、まあ、ここに、継がないでこっちとか打てばいいわけですから、まあ、味悪いっちゃ味悪いんですけども、これもね、白が正しく受ければ、 大丈夫ですかねこれ取れますからね。まあ、これに、あね、飛車取れてますからね。ただ味悪い場所ではあるなと思いますね。まあ実戦は、まあこれでもう味よく白の確定時になりましたので、ここで白の調整になったかなと思います。実戦最後まで打たれまして、 白の五目半勝ちとなりました。中村三段にも随分チャンスのあるね、惜しいのだと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。